なんかこう試合してみたらこんなイメージ試合になるかなみたいなイメージとかありますか。いやー、噛み合わないのかな、どうなんだろうな。でも結構ガツガツ してるじゃん。だから楽しいと思うんだよね、うん、だから今の新日本にない試合ができると思うし、うん、だからそこを見せたいなと思うよね、うん、まあ、ちょっと大きいことかもしれないですけど、ヒロム選手が今まで見せたことない姿をその対ハヤトで見せれる自信とかもあったりはする。うん、もちろん。で、圧倒的に勝つんだったら多分俺みたいなスタイルだと思うし、あの子に、うん、だからいや、こういうのもいるぜっていうのをね、うん、知ってもらいたいよね、うん、でもう、まあ、もちろんさ、ヒロム君も多分俺のスタイルは知ってるから、うん、研究はしてくると思うし、うん、ましてや新日本さんもね、うんうんうん、ずっとね、うん、下積みも新日本さんでさ、うんうん、やってきてるから強いのはもちろん分かってるけど、うんうん、そう、でもそこだけじゃない強さも必要だから、うんうん、この業界は、うんうん、そう、だからなんかお互いにやり合える試合もできると思ってるし、組んでも面白いと思ってるから、うんうん、マジで実現したいよね、うんうん。でなかなかね、ヒロム君から思ってても言えるまで大変だと思って、うんうんうん、だったらあんまそういうの気にしてない俺が発言しちゃった方が、うん、そう、いいかな、うん、だからもう全然、そうだね、俺はあんま何にも考えず発信したからちょっと裏がざわつくっていうことになっちゃったけど、まあでも結果的になんか一瞬でもね、ファンはおってんの、うん、ファンはね、SNS 見たら結構ざわざわしてる。マジ、ハヤト急に何言ってんのみたいなさそうそう、だから楽しんでもらえるんだったらもう何でもするよって感じ。